お客様です。中条貴則です。今回のゲストは橘大五郎、中条貴則アワー。大五郎さんのデビューっていうのは、まあ、2歳説と3歳説っていうのがネットでやったんですけど、2歳半なんですよね。大体2歳になってちょっとしたら出たっていう感じなんで、まあ、大体まあ3歳ぐらいでいいかなと思って3歳ぐらいとか言ってるんですよ、自分で。もともとお父さんも、そうです、もうあの、うちは家系が全員役者なんで、うん、まあ、その中でまあね、自分も2歳半で始めたっていうことなんですけれども、そういうし始めの子って物心はもうついてた感じ？いや、全然覚えてないですよ。それは全然覚えてないんですか？全然覚えてないですけど、ただやっぱ多分もっと言うと初舞台ってこうね、抱き子で出されて、赤ちゃん役で出されてるとかね、そういうのもあったと思うんですけど、実際2歳半ぐらいになると今度は踊りで、はい、こう決まった合言葉みたいなのがあるんですよ。ほう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 。例えば音楽鳴ってバーって出るでしょ、はい、そしたらこのアナウンスで影穴で裏の人が、はい、大ちゃんニッコリって言うとこう笑ったりとか、あで お月さんって言うとこう指さしたりとかこうやったりとか。はは、そういうのあるんですね。あります、合言葉で。で、一番面白かったのは、待て待て待てって言われると走るんですよ。あ、追いかけられてると思って走る、はい、そういう合言葉があったり、それでこう操られながら踊るというそれが主流でしたね。あ、まあ、そうやって、まあ、芝居の雰囲気とか、ね、体に身につけていって、はい、何歳ぐらいからそういう、あ、お芝居やってるなって自覚はありましたか？お芝居やってるなって自覚はやっぱ小学生になるぐらいからですかね。もうずっとお前ってこの方も劇団と一緒に各地移動して僕ね、小学校 1,2 年生は劇団と一緒について歩いてなかったんですよ、はい、あ、そうなんですか？そうなんです、お父さんとお母さんが、はい、どうしてもあの学校に、うん、行かせてあげたいっていうので、はい、小学校 1,2 年生は僕実家が九州の大分県なんですけど、はい、そこでおばあちゃんと2人暮らしてずっと学校に通ってました、地元の。で、土曜日、日曜日になると劇団に行って、あ、で舞台出て、また月曜日から学校行くから戻ってきて、その繰り返しでした。慌ただしい生活だったんですね。だから一番寂しかったのは、やっぱ親とね、離れて暮らしてるのが一番辛かったですよね。そうですよね。と、大五郎さんがもうみっちりお芝居の世界に入られたっていうのは、具体的に何歳ぐらいからって分かんないですね。ちょっと分かんない。まだ小3からは、じゃあまだ小3からも大丈夫、はい、そうです、そういうことです。はで、まあ、まあ後継というか劇団を継ぐものとして3代目になられたのが、2011年。はい、そうです。それまでは何かそういう肩書きっていうのは？それまでは若座長でしたね。あ、はは、若座長から13の時でしたかね、はい、あの浅草に乗る、浅草の大正館という劇場ができて、はい、そこに初めて乗るって なった時に、やっぱ浅草っていうとね、うん、あの大衆劇でとっては演劇のメッカだから、はい、だから浅草の舞台に立てるっていうので、あ、僕がその始まる前日ぐらいに総座長から、うん、お前明日から若座長だっていきなり言われてって言うね。前振りなく、前振りなく、あ、大正館乗る時にお前若座長なって、自分が何かそういうのをするんじゃないかなって予感とかって、いや全然なかった。ただやっぱメインでね、あの、うん、出してもらってたんで、まあ、そういう予感はなかったんですけど、はい、メインで出してもらってたんで、あ、若座長っていう肩書きをやっぱ一応こう見た目的というか、うん、世間体的につけて責任感を多分渡してくれたんじゃないかなと思いました、ね。はあ、自分がメインでショートが出てるから、うん、お前にも責任があるんだぞっていう、そういう責任感を持たせるための肩書きだったんじゃないかなと思いました。13歳で若座長になったってことは、その前後どちらになるんですかね。あのビートたけしさんの座頭市出演された、はい、はい、若座長になってからですね。あ、ははは、もう1年ぐらいの間に。そうですね、それこそその浅草の舞台がきっかけで、はい、浅草の僕たちを可愛がっていただいた社長さんと、はい、あの会長さんが武志さんとめちゃくちゃこう縁があって、北野監督が浅草のお母さんって呼んでる人が、あ、ロック座のママなんですけど、はい、
そのママさんの息子さんが僕をこうプロデュースしてくれたんです。はあ。でその縁であの北野監督が見に来ていただいて、で一番後ろで北野監督を見てる前でやって舞台を、でいきなり映画の話になって、はあ、見に来てるっていうのはもう分かってたんですか。もうびっくりしましたね。はあ、もう いつもの何百倍も緊張しますで、あれよという間に映画のオファーが来て、はいはい、映画に出演することでそういう普段のお仕事の環境とかってやっぱり大きく変わりましたか。大変でしたね。やはり舞台もね、僕たち生の舞台もあるから、はい、1週間休んで映画に行って、でまた1週間舞台に戻ってきてっていう、その繰り返しでしたね。あ、この北野監督もね、レギュラー番組とかいっぱいあるんで、テレビの週間と映画の週間と分けるんですよ、はい、うん、あ、それに合わせて1週間1週間なんですよ、撮影が。トイチは早乙女太一さんとも共演、はい、あ、太一君も、はい、少し年が、小さかったというか、僕とだから5つ違いですもんね。あ、太一君は本当にもう子供だった、まあのね、映画の中で。そうですね、なんかで映画がきっかけでこうよく喋るようになって。ああ、映画がきっかけ、ね、そうですね。僕あ、その前から知ってたんですよ、子役の頃から、はい、子役大会っていうのがあってね、うん、ちっちゃい子供ばっかりが集まってやる座長大会みたいな、あるんですよ。でそれ、まあ、前回の花道くんとかも出てたんですけど、うん、でその子役大会の時に一緒にやってたんだけど、こう年齢がやっぱ5つ離れると子供同士なんでちょっと違うんですよ、遊びが。喋ることないですよね。だからね、ちょっと会うことがなかったんだけど、はい、その映画の里石で久しぶりに再会して、やっぱちょっとこうやっぱ話してるうちに仲良くなって、うん、僕弟がいないんで、あ、大地君は自分の弟みたいになんか可愛くなってきて、でまあ、兄弟みたいなね、付き合いさせてもらって、うん、まあ、あれが縁でしたね、映画は。あ、それからまたいろんな仕事の幅も大悟さんちょうども広がって。そうですね、感覚はやっぱ変わりますし、なんか逆に映画の凄さと、うん、あと僕たちがやってる大衆演劇の凄さも改めて分かったこともあるし、うん、両方の面でいいこう環境にあったというか、プラスになりましたね。そうですよね。お芝居のことを映画に行かせて、映画に出たこともまたお芝居に行かせてっていう、はい、だから映画ってこの瞬発の演技なんで、うん、こう演劇とちょっと違うの。演劇って生のみたいだから、そのスタートからあって最後終わりまで持っていくじゃないですか、はい、それによってこうお芝居とかもこう気持ちがこう流れができていくわけで、うん、そしたら映画っていうのはそのラストシーンから撮ったりするでしょ。そうですよね。それをね、見てて女優さんとかね、うん、俳優さんってすごいなって改めて思いましたね。瞬発で切り替える集中力、うん、初めてだとなかなか頭が続いていかないですよね。いやだからすごいなと思いましたね、うん、でカット割りでね、こっちから撮ったりこっちのアングルで撮ったりするんで、うん、こう同じお芝居をしなきゃいけないから、うん、テンションの持ち方とかそういったのが中学生ぐらいだったんですけど、うん、すっごく勉強になりましたね。若座長就任してから映画出るまで、まあ、13、4歳ってちょうどまあ思春期で、まあ、いろんなことを考え出したり、将来のこととかもね、僕はその点全然考えてなかったですよね。ああ、もうこの道で行くぞっていう感じだったんですね。バカなんですよね。あんまり考えてなかったもうね、考えてなかったですね。だから僕はほんま大衆演技しかないなと思ってたし、うん、そういう意味ではあんま考えてなかったですね。そうですか。まあ、よくお芝居を、まあ、お芝居の家に生まれてずっとやってる方って周りの例えば学校で会う同級生とかとなかなか話が合わなかったっていう人も全然合わないですよ。全然合わないです話は。やっぱり学校行ってもだからそれこそポケモンが流行ってる時にポケモンを知らず何ヶ月か遅れて知ったみたいな。そしたらもう次のソフトとか出てるんですよ。早い早い早いんですよ周りが。子供の頃はゲームとか別にゲーム大好きでしたね。あ、ゲームはようやってましたけど、周りの流行に遅れた。流行に遅れますね。あ、音楽とかって自分でそういう好んで聴き始めたのっていつぐらいからですか。僕ね結構遅かったと思うんですけど、はい、小学校それこそ多分5、6年とかだと思うんですよね。はあ、はあ、どんな音楽から初めて買った CD とかって初めて買った CD ですか。初めて買った CD って何やろう。
恥ずかしくなければ。いや覚えてないんですよ。あ、覚えてないですか。覚えてないですけど、やっぱり演歌だったと思います、多分。あ、やっぱりお芝居の影響、舞台で使えるやつ、うん、だったような気がする。とにかく僕、カラオケで一番最初に歌い出したのが、はい、あの、オートネ無情とかですからね。渋いところつきますね。カラオケで歌い出したのがオートネ無情とか、うん、あの、望郷ジョンガラとか、子供の頃めっちゃ歌ってましたよ、カラオケで。今聞かれる音楽ってどんな音楽が聞かれますか？今ですか？はい、僕のね、あの iPhone とかね、はい、iPod 見ると結構いっぱいいろいろ入ってるんで、はい、僕本当にあのロックとかも聞きますし、あ、なんか前喋った時ね、いろいろ聞かれて、なんか玉置浩二さんも、あ、大好きです、大好きです。なんかその種類はあんまりないですね。はい、と例えばロックとかでどんなロック聞かれますか？なんか代表的な自分の中のアーティストをなんか挙げてもらえたら。ロックで、まあ、椎名林檎さんとか、はあはあ、は結構好きですよね、うん、あ、ロックになるんですよね。まあロックっぽい音楽ですよね。あとはやっぱビーズとかですか、はあはあね、ビーズ大好きですよ。ビーズいいですよ。とあのメタリカとかね、うん、なんか洋楽までやっぱり広がったわけです。なんかいろいろ聞きますね、うん、メガデスとかも聞くもんね。あ、そこまで結構メタルとかハードロックみたいなのも好きなんですね、うん、そのがっつりじゃないですけど、はい、がっつりなね、ファンとかじゃないですけど、うん、自分の好きな感じの音楽はよく聞いたりとか舞台で使ったりとかね。あ、ハードロックとかも使っちゃったり。お芝居のね、はい、ちょっと変わったお芝居とかだと使えるんですよ。あ、それはやっぱ劇団新幹線のね、走りでやっぱり、はいはい、勉強ねさせてもらったことかな。面白いなと思って、うん、本当に世間のイメージっていうと大衆演劇で使ってる音楽ってやっぱり演歌とか民謡がメインだったりっていうのがあると思うんですけど、まあそれも主流は主流ですよね、うん、どうしても。でもね、読んで字のごとくね、大衆のための演劇だから、はい、いろんなものがあっていいと思うし、うん、この凝り固まったものはなくてもいいんじゃないかなと僕思いますけどね。でも自分の好みとか好きなものも入れていきたいっていうところ、はい、だからその自分の趣味ばっかりによっちゃうと、僕はやっぱり演劇のね、一応演劇人としてお金をもらってるわけだから、うん、一応お客様のニーズに合わせれるようなものもちゃんとできないとダメだと思うんですよ、はい、そればっかり自分の好みばっかりやってちゃ飽きられるだろうし、うん、たまにはやっぱりそのポップスの中にいきなりこの南ハローとか、はいはいはい、ね、入ってくるのが一番大衆演劇の大事な部分なんじゃないかなと思いますけどね。普段お芝居の音楽とかって大五郎さんがメインで、はい、大体そうですね。最近の新しいお芝居になると僕は決めたり、あと今劇団の頭の橘小次郎というものは一緒に決めたりとか、はい、そういった感じですね。分かりました。で、まあ、音楽面で言いますとですね、あの2009年と、はい、2009年ともう5年前に言いますか、はい、時薬を、はい、定地区からリリースされてますけども、はい、これはどういう経緯でシングルを。これはですね、事務所の方が、はい、小倉圭先生と、はい、お知り合いの方 で、 ははで小倉圭先生といったらね、はい、梅沢富美男さんの夢芝居で大衆演技をよく知ってらっしゃる方、うん、で小倉先生がちょうどなんか病気なさってて入院してらっしゃったんですよ。あ、その頃からずっとお願いしに行ってて、はい、で入院してる中でお医者さんの先生からもらった言葉が時薬っていう、あとは時間が解決しますよって言ったのが時薬で、それからできた歌みたいですね。ははは、そういうひらめきが、はい、で小倉さんはもうその前から劇団を見に来たりは。いやいや、ないですね。それがきっかけです。もう曲きっかけで、はい、小倉先生はやっぱ大衆演劇の世界をねもうたっぷり知ってますんで、やっぱ梅沢さんの世界で、うん、そうですね。はじめこの時薬で曲が来た時はどういう形で曲来たんでしょうか。ですね、はじめは本当に小倉先生がギターで弾いて生歌で歌ってるやつが来た。どう思いましたか。いや、もうかっこよかったですね。めちゃくちゃかっこよかったです。
これ歌えるな、歌えんと思います。歌えないと思います。もうぶっちゃけた感想で、いまだにやっぱ難しいですよね、自分で歌って、自分の歌ですけど、うん、やっぱりあの小倉先生の雰囲気ってのはやっぱ出せない、まあ、独特なね、だから、だから小倉先生を、小倉先生をやろうとしたら絶対ね、いいことないと思うんですよ。あの、うん、小倉先生が歌うから小倉先生の良さであって、うん、だから自分のものにしないといけないと思ってますね。とそれまでもお芝居の、まあ、中では歌謡ショーとかあ、ありますね。うちは基本歌はね、あまり今までなかったんですけど、はい、まあ、時々歌うようになってやってますね。やっぱりそういう経験があっても時薬難しいなって感じだったんですね。めちゃくちゃ難しいですね。うん、特にあの女の、かなり大人のね、女の人の恋歌というか別れ歌になるんで、うん、そうですね、すごい難しい。この言葉の、言葉遊びがね、はい、すごいんですよね、小倉先生って。あの世界観もね、まあ、5年前って言ったら、まあ、20代少しぐらいですけども、はい、なかなかそれを、ね、理解しろって言われても、女方の気持ちで歌えばいいんだよみたいな感じでね、先生言っていらっしゃいましたけど、難しいですね。やっぱりそういうところも小倉先生考えて作られたんですよね。なんか多分女方してるからそうだと思うんですけどね、うん、反響とかどうでした？一曲出してみて。でやっぱりCD 出してるとか、このカラオケに入ってるとかいうので、またちょっと世間の見方も変わってきますよね、うん、どうしてもやっぱ悔しいけど、大衆演劇ってね、いまだになかなか浸透しない部分とかもあるし、うん、そんな中で初めて見た人が、ね、大衆演劇結構面白いじゃんって、あ、歌も出してんのすごいねっていうようにはなってくれますよね。でカラオケに行ったら、ね、自分の曲があるってのは嬉しいですよね。めちゃくちゃ嬉しいです。カラオケって結構好きな方ですか？カラオケ好きですね。結構行くときはみんなで行きたいんですけど、一人ではね、なかなか行ったりはしないですけど、行きたい、行けるときは行きたいかなっていう感じですね。じゃあ、次回に続きます、はい、パート2よろしく。お疲れ様です。お疲れ様です。